皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大女優の沢尻エリカ容疑者33と共同して、 合成麻薬 MDMA を所持したとして、警視庁組織犯罪対策5課は26日、麻薬取締法違反の沢尻容疑者の知人で、ファッションデザイナーの横川直樹容疑者34を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。事件をめぐっては、組対5課が16日朝、 沢尻容疑者が東京渋谷のクラブから帰宅すると同時に家宅捜索しアクセサリーケースから MDMA の粉末が入ったカプセル2畳を発見した携帯電話の分析や交友関係の捜査を進め入手ルートを調べていた複数の関係者によると 横川容疑者は沢尻容疑者の元交際相手。昨年11表参道をデートする姿が週刊誌に報じられていた。交際期間は7から8年ほどだが、今年に入って破局。交際解消後は友人関係を継続して、二人の関係をつなぎ止めていたのが薬物だった可能性もある。 捜査関係者によると、横川容疑者は、当時、沢尻容疑者の自宅にいな発見されたカプセルを共同で所持していた疑いが持たれている。今月15日深夜から、沢尻容疑者と同じ渋谷のクラブに足を運んでいた。横川容疑者は、日本最高峰の職人たちと作り上げた大人の、 遊び服をテーマにしたメンズブランドナオキ R を15年に設立した。ブランドコンセプトは都内のアトリエを拠点に活動していた。組対語家によると沢尻容疑者は MDMA の所持について容疑を認め、これまでに大麻や LSD、コカインも使ったと供述していただ。 尿鑑定では MDMA など違法薬物の成分は検出されていない。東京地裁はこの日、沢尻容疑者の交流期限を12月6日まで10日間延長する決定をし、沢尻容疑者は初めて使ったのは10年以上前と供述し、継続的に違法薬物を使用していた疑いがある。 元恋人の逮捕により、今後の捜査に大きな進展が見られそう